空堀り空堀り末森城市費は、城山八幡宮の境内にある、末森城は、室町時代末期、終わり国愛知郡なるみ相末森村、現在の愛知県名古屋市千草区城山町にあった、日本の城である。縁起の良いなということで、末森城とも書かれた。天文17年、東山丘陵の末端に、織田の武が築城した。 三河国松平市や駿河国今川市などの信仰に備えてのもので、実定、織田信光が守る森山城と合わせて、東方防御線を構成したものである。信秀は、これまでの居城であった小渡城を放棄し、末森城を居城とした。天文21年に信秀は死去した。信秀の居城である末森城を譲られたのは、織田信勝であった。2年、 信勝は、林秀貞、柴田勝家などと共に、信長に反旗を翻すが、稲尾の戦いで敗れる。この際、信勝は、末森城に籠城しており、信長は、末森城下の町に火を放った。この時、末森城内にいた母、土田御前の介入で、信勝は赦免され、末森城は、陥落を免れている。しかし、永永六元年、 再び無本を企てたのを、柴田勝家は信長に内包し、信勝は清須城で暴殺された。これにより末森城は廃城となったとされるが、後に小牧、長久手の戦いに際して、織田信夫が再び末森城を使用したという。なお、天文22年、城主の信勝が、加賀の白山美名神社から分霊を迎え城中に、 白山社を祀った者が、廃城後も、近隣の人々の信仰を受けて維持され、明治になって、近隣の神社と合祀されて、城山八幡宮となった。また、城の西北三六に信秀の霊廟があったが、現在は、名古屋市千草区四谷通りにある、桃岩おじ内で信勝とともに、供養されている。末森城は、 東山丘領地の末端に位置する標高43メートルの丘に東西約180メートル、南北約150メートルの規模で築城された平山城である。地形を利用して斜面の中原に幅10から16メートルの空堀を備えていた。そのうちの内堀北の湖高には構造的に非常に珍しい三日月堀と称される半月型の丸舞出しがあった。 らしいが、現在は残っていない。現在でも深さ7メートルほどの空堀跡など、遺構がよく残っている。前出しや総構えの構造が見られることから、現在見られる遺構は1584年頃、当時大荒を支配していた織田信夫が、小牧、長久手の戦いに備えて整備したものと考えられている。本丸跡地は、城山八幡宮の新域、二の丸跡地には、 愛知県が建設した旧昭和塾堂が建っているが、後に城山八幡宮に払い下げられ、建物は現在愛知学院大学に貸与されている。また、城山八幡区内に末森城市の石碑が建っており、城の名は末森通りとして残った。ありがとうございます。